はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、巨人の大城選手が今季のオフに、FA するんじゃないかっていう、記事であったりとか、ファンの方の声があるんで、それに対しての僕の意見というか、僕の見解ですよね。見解をお伝えしていきたいなというふうに思ってます。はい、長々言うのはあれなんで、さっき結論言っときますと、僕の考えではですね、大城選手は FA をしないと思いますし、大城さんにとっても、巨人にとっても、出ていかない方が、それはいいだろうし、大城さんからしても、出ていかない方が僕はいいんじゃないかっていう意見を持ってますと。はい。じゃあ、それをね、なぜかっていうのを今から話していきたいと思うんですけども、その前にですね、現状のところっていうのを、ちょっと確認していきたいと思います。はい。X であったりとか、記事でもね、そういうふうに、大城が、大城さんがね、FA するんじゃないかっていう、記事が出てると。で、まずそもそも発端として、なんでね、そんな記事が出てるかっていうと、明らかに、やっぱり出場機会が、その減ってるからなんですよね。で、今のキャッチャーとしての、出場の機会を見てると、一番低いんですよ。一番試合数としたら、キャッチャーとして出てないんですよね。一番が岸田選手が出てて、二番が小林選手で、三番が大城選手っていう形になってるんですね。で、ここ最近、ファーストで出たりとか、出なかったりとかありますけども、少し、こじらせちゃってるというかね、坂本選手が、サードに行って、大城選手がね、ファースト守って、で、岡本選手が、レフト守ってみたいな、布陣って、あったんですけど、実際、浅野選手が出てきたりとか、モンテスがレフト守ったりとか、そういったことがあるので、最近はその布陣がね、ちょっと少なくなってきてるんですね。だからレフトにモンテスが入ることが、多くなってきてると。で、ネットの声でも、OPS600 台の、サードなんかいらんっていう、坂本さんがあまり打ててないんで、そういった意見があって、だったら大城を、使えよみたいな、意見もあるんですよね。で、それもすごくわかるし、実際、僕毎試合ジャイアンツ戦見てますけど、そういう批判がありながらも、そんな分かってるんですよね。数字なんか、スタッフのみんなも分かってるし、選手も分かってるんですけども、それでも坂本選手をサードで今使ってるっていうのは、やはり経験があるし、期待をしてるっていうことで、出してると思うんですね。で、そういった布陣になってる、レフトモンテスもそうですし、坂本選手をサードで使ってるっていうこともあるんで、岡本選手が必然的にファーストになることがあるので、多いので、そうなってくると、大城選手の、出場機会が少なくなってると。で、じゃあ大城ファー、キャッチャーで使ったらいいんじゃないかっていうような意見もあるんですけど、僕は、岸田選手がキャッチャーがいいんじゃないかなとも思ってますし、その大城さんもね、すごく打力があるので、いいんですけど、やっぱり阿部監督が、キャッチャー出身というところで、僕とかはね、一応キャッチャーやってたんで、岸田選手の方が、守りというところで言ったら、堅実だし、しっかりしてるというかね、いいなというふうに思ってるんで、キャッチャーはやっぱり守備のポジションだなというふうに思ってるんで、僕は、岸田選手ね、リードも含めて、試合もね、見てるといいなと思うんで、岸田選手いいなと思うんですけども、やっぱりこう、キャッチャー出身の阿部監督がね、そうやって、今まで大城選手を使ってきて、打力をね、優先して、原監督使ってきたわけですけど、それとは違うようなね、決断をしてるというところを、采配をしてるというところで、やっぱりキャッチャー出身なんで、今まで見えてなかったところが、阿部監督には見えてるんじゃないかなって思うんですね。で、FA の件ですけども、なぜ僕が大城選手は、出ない方がいいか。巨人からしたらですね、絶対出て欲しくないですよね。いい選手はね、囲い込みたいっていうのは、どこの球団でもあるわけなんで、それはもちろんそうだと思うんですけども、大城選手もね、今、僕の2つ上なんで、31歳になると思うんですね。で、
すごくね、打力もあって、まあ、キャッチャーも守れて、で、今後はね、今はね、ファースト守ったりとかしてるわけですから、まあ、複数ポジションも守れるというところで、まあ、市場価値っていうのはすごく高いと思うんです。ただ、まあ、年のところですよねっていうところ、体力のところっていうところが非常にちょっと難しいところかなと僕思ってて、まあ31歳で来年32歳ですよね。まあ FA するときはね、もしするんであれば32歳ですよね。ってなってくると、まあキャッチャーでレギュラーっていう風な形は結構難しくなってくる。で、じゃあ併用したらいいじゃないかっていう声ありますけども、併用したら、まあおそらくファーストとキャッチャーになると思うんですけども、ファーストだったら大体外国人選手であったりとか、まあそのチームのね、まあ、手法というかね、主軸が守っていることが多いと。じゃあ、そこと勝負をして、大城選手がまあ確実に勝てるか、FA をしてまで、絶対こう、取れるかというかね、ファーストで出てもね、遜色ないか、遜色ないような守備であったりとか打撃ができるかって言われたら、僕はそれはちょっとどうかな、確実には言えないなっていうふうに思うし、やっぱり FA で取るんであればね、試合に出場して活躍してもらいたいっていうのがあるとは思うんですけど、そこが確率にならないというか、まあその年のところもあって、やはりキャッチャーというところはすごく体力がきつい。それは絶対阿部監督も分かってるんで、だから若い、もしかしたらこう、今の段階では大城選手の方がキャッチャーの能力は上かもしれない。うん。いろんな人の見立てでね、いろんな考え方があるんで、上かもしれないけど、まあ若さというところを含めてね、まあ、岸田選手を、まあ、起用してるっていうところは、あると思うんで、そういったところで、まあ、32歳になる大城選手が、まあ、キャッチャー兼、まあ、ファーストというところで移籍した場合ね、果たして、じゃあ、いつまで、正捕手としてできるかって言われると、まあ、なかなか、難しいと思いますし、まあ、できても、まあ、34、5ぐらい、まあ、キャッチャーで、レギュラーで、まあ、全試合とは言わないけど、まあ、110試合、20試合以上出ててってなってくると、多分よっぽどやと思うんですね。よっぽどしんどいし、で、若いキャッチャーで、キャッチャーなんてね、なかなか育ちにくいわけですから、そういったところで、やっぱり生え抜きのキャッチャーで育てていきたいっていうのもね、どの球団にも行こうとしてはあると思うので、以下のことを考えるとね、非常に、市場価値は高いし、手を挙げる球団はあるんだけども、果たしてじゃあ、扱いとか全て含めてジャイアンツより、まあ、金額もそうですけども、じゃあ、上かって言われると、環境も全部含めてね、上の、そういったね、条件になるかって言われたら僕は、どうかなと思うし、うん。だから非常に、まあ、巨人としては囲い込みたいというのもあるし、大城選手の、まあ、普通にもう客観的に、見て、果たしてその FA して、その年俸がめちゃくちゃ上がったりとか、なんかそのチームで、そのめっちゃ扱いが良くなったりとかってするかって言われると、僕ははっきりイエスと、はいというふうに、首を縦に振ることはできないんで、そういった意味でも大城選手は、まあ、残った方がいいというかね、まあジャイアンツに、いて、改めてやっぱりキャッチャーとしてもう一回磨き直したりとか、これからはじゃあファーストもしっかり練習してって、選手寿命を伸ばしていったりとか、もちろん打撃技術もそうですけども、そういったところに、注力した方が僕は選手としての価値は高まるかなと思うし、まあ、すごく難しいんですけども、実際僕の思った通りにはならないこともあると思いますけども、僕は今現状見てね、本当に冷静に見て、そういうふうに思いますと。はい。で、まあ、いい例としては、森友哉選手とかね、まあ、キャッチャーとしてのこだわりありまして、で、まあ、オリックスに移って、まあ、DH であったりとか、外野で出たりとかっていうのもありますと。まあ、森選手の例っていうのは、まあ、大城選手の、まあ、その、なんて言うんだろう、例に近いかなと思うんですが、でも実際、まあ、森選手も僕と同級生なんで、まあ、今年29の年になると思うんですけど、やはり、キャッチャーとしてね、ずっと出場していくっていうのは、まあ、結構体力的にもしんどいっていうのは、多分おそらく森選手も分かった上でね、DH で出たりとか外野で出たりとかしてると思うんで、まあそれより、まあ2歳年上の大城選手ですから、まあそういったところも、まあ人にもよると思うんですけども、ちょっと難しくなってきてるんじゃないかなと思うし、うん、僕は、まあ先ほども言いましたように、まあ大城選手すごくいい選手ですし、打力もあるので、
使った方がいいなとは思いますけども、まあ、モンテスがね、あれだけ打ってて、で、坂本選手の経験とか、これからの勝負強さに欠けてる采配というかね、スタメンを起用することが多いので、そうなってくると、まあ、岡本選手は絶対外せないですから、まあ、大城選手の出るところ、ポジションがなくなってくるんで、そういったところで、ちょっとね、今年、まあ、いろいろバタバタして、ジャイアンツね、まあ、開幕前に言ってたような布陣にはなってないですけども、でも結果的に今1位にいるわけなんで、まあね、なかなか大城さんにとっては難しい決断になってくるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、てな感じでね、今日はね、大城さんについてお話ししてきました。まあいろいろね、大城さんのファンの方もたくさんいますし、まあ小林選手のファンの方もいますし、まあ岸田選手のファンも いるんでね。まあいろいろこう X でやったりとか、まあ炎上じゃないですけども、結構ねこうインプレッションが回ったりとかする時ありますけども、まあやはり、まあ裏を返せばね、それだけ注目度が高い、と思いますし、それだけレベルの高いキャッチャーが揃ってるっていうことでもあると思うので、そういったまあ悩みというか、まあそういったことっていうのは、まあまあ、まあ、うまく捉えるというかね、いい感じで捉えると、まあ、なんて言うんだろう。まあ、贅沢な悩みでもあるのかなと思うので、まあ、そういったところでね、昨日、昨日はまあ中止で、まあ、ゲーム差 0.5 で首位に躍り出ましたけども、まあ、非常に、まあ、台風の影響でね、まあ、被害こむられた方ももしかしたらいる、かもしれないですけども、まあ、ジャイアンツにとっては非常に、まあ、恵みの雨というかね、非常に、いい中止だったんじゃないかなとも思いますし、まあ、この、雨によってですね、まあ、ローテがまた変わったりとか、いろいろしてね、本当になんかこう、この台風がまたさらにね、かき混ぜたというか、かき乱した感じはあるので、非常にね、また面白い戦いになってくると思うので、ぜひね、皆さんも、まあ、ジャイアンツね、応援、してもらえるとね、嬉しいなというふうに思っております。はい、そんな感じでね、今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。Thank you.